ほんまにキャンプブーム終了したんかな。こんにちは、キャンプ道具紹介のうぽぽです。今回はキャンプブーム終了した理由トップ10をご紹介いたします。皆さんキャンプブームって聞いて巷では言ってるけど、ほんまに終了したんかなと思いますよね。いやいや、うぽぽさん、土日のキャンプ場予約が取れへんからまだブーム続いてるでしょ。僕もねそう思ったんですけど、いろいろと情報を集めていく上でやっぱりちょっとやめていってる人が多いなっていう印象でした。今回キャンプブーム終了について本気で考えてみましたので、今回の動画もぜひ最後まで見ていってください。あと今回のおまけパートは、キャンプブームが終わったとしてもこの夏におすすめするキャンプ道具一つご紹介します。それでは行きましょう。すいません、今まで僕の動画を見ていた方はなんか違和感あると思うんですけど、そうです、顔出ししちゃいました。顔出ししている理由なんかは前回の動画でお話してますんで、ぜひまたそこでご覧ください。僕のね壮絶な自己紹介してますんで。さあ、お待たせしました、本題です。そもそもブームが何なのかってことですよね。初心者の人が多く参加をしてキャンプやる人が増えた。つまりブーム終了っていうのは、そんな人たちが辞めていくからブーム終了ってなります。そのブーム終了の定義を踏まえて、キャンプブーム終了した理由トップ10ご紹介します。これは僕の独断と偏見のトップ10になります。じゃあ行きます。第10位です。初心者層の方がノリで始めたけど、いや結構キャンプ大変やんって気づいたから行かない人が増えたです。ノリって大事ですよね。僕もなんかよくわからないですけど、昔ノリでヨーヨー買ってループザループしてましたもん。勢いでやらんとできないこと多くあるんで、ノリで始めるっていうのは大事です。ただキャンプって楽しそうとかかっこいいっていう理由で始めた方が結構いると思うんですけど、皆さんキャンプ経験された方はわかると思うんですけど、実際そんな楽しいとかかっこいいだけじゃないですよね。実際キャンプ行ってみると結構疲れるとか、時間がない、お金かかる、こういった理由で大変やなと思ってしまったら、なかなか次には繋がらないですよね。後のランキングで大変さとか詳しくご紹介するんですけど、キャンプをやめる理由っていうのは、初回のキャンプの印象っていうのが結構大事になってくると思います。僕の初めてのキャンプの印象は、遠いところまで行き過ぎたですね。関西の方なら聞いたことあると思うんですけど、僕一番最初に行ったキャンプが2019年、もう最近ですよね。場所がリゾート大島っていう和歌山県の南の方にあるめちゃめちゃいいキャンプ場なんですよ。車で3時間半かけて行きました。友達と友達の子供の2歳の子供で、僕と僕の子供の2歳の子供、この4人で行きました。まあそれが逆に良かったんかもしれないんですけど、めちゃめちゃいいキャンプ場だったんですよね。山の中とか海辺、川のそばとか、自然の中に行くんやったら不便っていうのは当たり前ですよね。まあ、その不便さをどうやったら快適に過ごせるかっていうのを追求したら、それで楽しめたらこっちのもんですよね。あと結構大事なのは、一番最初誰と行くのか。もちろん初めからソロキャンプっていう人もいると思います。そういった方は最初からいろいろ調べて準備をして満を持してキャンプに行くと思うので、一回行ったらやめたとはならないと思います。じゃあ家族とかカップル行くとしたらどうですかね。旦那さんにしろ奥さんにしろパートナーにしろ、めちゃくちゃ事前に調べるタイプの人がいると少しは安心ですよね。車の中の荷物の積み方とか、テントタープの立て方、火の起こし方とか、現地で買わんといけないもののリストアップとか、テントの撤収の仕方とかですね。一番最初から現地に行ったのまあなんとかなるやろうと思ってたら結構大変ですよね。テント立てようと思ってなかなかうまくいかへんくて喧嘩してる夫婦とか見たこと皆さんありますよね。ご飯作ろうとして、あの調味料ないやんとか、これないやん、いやこれも必要やったんで急遽買い出しに行くとか、皆さんありますよね。キャンプはそういった事前準備が肝だと僕は思ってます。現地に着いてからのイメトレっていうのをしておくことが結構大事になってきますよね。デビューした時にもう一人がめちゃめちゃキャンプ詳しかったんで、その友達にいろいろ聞いたりとかやってもらいました。なので楽しいっていう印象になったんで、次からもキャンプに行こうみたいになったと思います。あとキャンプ慣れしてる人ってめちゃめちゃおもてなししてくれませんか。もしくは皆さんおもてなししちゃってませんか。キャンプ初心者って聞くとキャンプ慣れしてる人はちょっと張り切っちゃうんですよね。テント立てるの手伝ってくれたり、キャンプ飯振る舞ってくれたり、あとこのキャンプギアおすすめやでって貸してくれたりとかですね。最初のめんどくさっていうこれを全て手伝ってくれてカバーしてくれるんで、全部自分でやる必要がないと。そうなったら楽しさだけがイメージとして残りますね。あとかっこいいキャンプ道具とか見せられると、わこれ欲しいなとか、いやこれあるとめっちゃ便利やんみたいな勉強になるんで、次買うべきものっていうのも分かってくると思います。なので初めてのキャンプの印象っていうのが結構大事になってきますよね。事前準備さえしっかりしてれば、よっぽど虫が嫌とか外のトイレ無理とかいう人以外なら楽しいって思えるような魅力、それがキャンプには詰まってると思います。参考になるかわからないんですけど、僕の動画をいっぱい見てキャンプのイメトレしてください。続いてキャンプブームが終了した10個の理由、第9位はキャンプの民度が下がって行きたくなくなったです。キャンプ行ってこれちょっとマナー違反なんちゃうかなって思うこと増えてませんか。もう本当にそれノーモア映画泥棒の CM くらい根本的に守らんとあかんルールですよね。キャンプする人口が増えると
純粋にキャンプを楽しみたいっていう人ばっかりじゃなくなってしまうんで、本当のキャンプ好きからしたらこれ頭抱えることっていうのが増えてしまってるっていうのは事実ですよね。まあ、キャンプ云々っていうより人としてのマナーを守れてないっていう方、そういう方がいるとげんなりしちゃいますよね。 SNS に上がっているキャンプのマナー違反、この投稿いくつかまとめてみました。夜中まで大声で話している、グルキャンとかやったら絶対ワイワイなっちゃうんすよね。基本的に夜の10時過ぎてしまったらテントの中に入って静かにするのがマナーですよね。キャンプ場の中は音が響きやすいんで、自分たちが思ってる以上に周りに声とか音とかですね漏れちゃってることがあるんです。この炊事場に生ゴミ置きっぱなしにするとか、これめちゃめちゃ迷惑ですよね。人の生ゴミを片付ける、これはめちゃめちゃ不快っすよね。だからといってなんかほっとくわけにもいかないですし、もしくはあんまりひどかったらその炊事場使うことすらできないっていうこともありますよね。自分で出したゴミは自分で片付ける、これはもう人としてのマナーですよね。あとソロキャン女子を狙う男性がいる、これ子供を持つ親としては本当にやめてほしいですよね。純粋にキャンプを楽しんでいるっていう女の子にとったらこれほど迷惑でなおかつ怖いことっていうのはないですよね。なんか来られて断ったとしてもすぐ近くで寝なあかんってなったらなかなかゆっくり寝てられないですもんね。なんか来たらどうしようとか、かなりの恐怖ですね。ナンパをしたいならぜひ他でお願いします。他にもキャンプならではのルールとしては、自分のすぐ近くにテントを張られて困る、これも結構あるあるじゃないですか。皆さんこんなに広いフリーサイトなのにここにテント張るみたいな、あとはこの入り口とかご飯を食べるスペースとかも向かい合わせにしちゃうみたいな、あとは地面焦げちゃってるとか、直火禁止やのに隠れて直火でしちゃってる人とか、これキャンプ民度とはあんま関係ないんですけど、こんな風にですねキャンプのマナーとかルールが守れてないって人が増えると、もうキャンプ行くん嫌やなと思ってだんだんキャンプに行く回数が減ってくると。あとですねキャンプ民度とは関係ないんですけど、キャンプの人口が増えるとおのずとキャンプ場の予約っていうのが取りづらくなってしまうんで、キャンプ行けへんやんとかなってる人は結構いると思います。ただね、最近これ Google マップとかでキャンプ場で調べると、最近できたキャンプ場とか会員専用のキャンプ場、いろんなキャンプ場が出てくるんで結構おすすめです。マジで新しいキャンプ場すぐ出てきますから。続いてキャンプブームが終了した10個の理由第8位は、実はキャンプお金かかるやんっていうので行かなくなった。キャンプ始めるにあたってホテルに泊まるよりもキャンプの方が安いやんって皆さん思ってますよね。実はねそれね大きな間違いです。いやもちろんどのキャンプスタイルでキャンプするのかとか、いいホテルに泊まるとか、それによっても変わってはくるんですけど、キャンプで初期投資っていうのがめちゃめちゃ上がってきますよね。テントであったりテーブルであったり椅子であったり、これ一度買ってしまったら大丈夫やと思ってたんですけど、どんどん他のキャンプ道具が欲しくなってくると、でキャンプ道具にかける費用ってのも増えてくる。まさにキャンプ沼ですね。最低限のテントとか調理器具を揃えたとしても、実際にキャンプ行ってみたらあれも必要これも必要でお金かかりすぎるやんっていう現実が待ってると思います。実際見た目とかブランドにこだわらなかったら安く済ませる方法っていうのも全然あると思います。キャンプに行きたいのか、かっこいいギアを揃えたいのか、これを天秤にかけた時にキャンプに行きたいっていう気持ち、これがある人じゃないとキャンプは続かないかもしれないですね。さあ続いてキャンプブームが終了した10個の理由第7位は、虫が思ってる以上にいて嫌で行かなくなった。まあキャンプに虫ってつきもんですよね。女性は特にこれがあるからキャンプ無理っていう人も多いかもしれません。虫は僕も大好きかって言われるとそうじゃないので、これはもう永遠のテーマですよね。完全に撃退するようなことは難しいっていうのが現実です。虫別に少しだけ対策ご紹介します。まずは蚊とかですね、刺す虫、これは蚊取り線香とか殺虫剤、これ使うしかないですよね。中でもパワー森林香って皆さん知ってますか。この赤色の蚊取り線香です。これはおすすめですね。僕も実際使ってるんですけど、テントの周りとかに3カ所ぐらい設置してます。そのおかげもあってかわからないんですけど、なんかキャンプで虫に刺されるっていう機会は少なくなったような気がします。アブとかハチとかには強力な殺虫剤っていうのを一つ持っておくと安心ですね。ただ振り回して芝生とかにもやっちゃうと芝生が枯れちゃったりするんで、その辺注意は必要です。ここにはオニヤンマくんって皆さん知ってますかね。これも人気のアイテムの一つですよね。なんかオニヤンマの形をしたなんていうんですか、あるじゃないですか。これつけてると不思議と虫寄ってこないとか。なんかあのオニヤンマっていうのはトンボですね。これ大きいトンボで虫を食べるっていうので、まあ、天敵として虫がオニヤンマの影とかを見て近寄ってこないっていう理屈みたいです。続いてハエですね。これはほんま鬱陶しいっすよね。食事にこうたかってくるのは衛生的にも良くないですし、周り飛んでるのを見ると、まあ、かなりのわーってなるじゃないですか。これもどうにかしたいんですけど、対策としてはハエの嫌いなアロマとか、ああいうの炊いてみたり、なんかハエ取り棒、あれを置くとかして対策している人もいるみたいです。あとはあのなんか LED ライトと一体型になったコンビニとかにあるバリバリって音するやつですかね。ああいうライトも売られてるみたいです。最後にアリですね。アリがテントの中を歩いてたらうわってなりますよね。寝てる間とか体の上歩いてたらうわっ
ってなりますよね。これは侵入を防ぐしかないんで、テントの形状とかですね、地面丸出しのシェルタータイプよりかは寝る部分はアリが入ってこないようなインナーテントがあるテントを選ぶとか、そういったので対策すればいいと思います。さあ続いてキャンプブームが終了した10個の理由、第6位は寒い暑いです。天気とか気温、自然現象だけはどうにもできないですよね。これから台風とかありえない暑さ、こう過酷な時期に突入してきますよね。初心者の方でいきなり雨キャンプとかになってくると結構ハードルが高いんで、雨の日やめとこうかなってなると思うんですよね。あとは思ってた以上に暑いとかで初心者の方はやめちゃうとか、単純に暑いだけだったら場所を川の流れてる近くでキャンプをして川を装備したりとか、あと最近扇風機も結構大きいのでポータブルのやつが売ってたりとかするんで、そういったものを利用するとか、あと寒さ対策としてはストーブを買って、そのストーブさえあれば結構快適に過ごせるんで、あともう機能性がいい寝袋とか、もちろんお値段はそれなりなので長い目で見た時にやっとコスパが良くなるかなっていう感じです。さあ続きまして、キャンプブームが終了した10個の理由、5位は実はまったりする時間全くないやんっていうのに気づいた時です。皆さんキャンプって言ったらなんか大自然の中でゆったりとのんびりとした時間を過ごす、そんなイメージないですかね。僕も最初めちゃめちゃそう思ってたんですけど、子供がいてたりとかして結構時間なかったりとかしますよね。あとはなんかリラックスできるんちゃうかなって思って、まあ、思ってたというか思い込んでた節がありますよね。あーなんかこの自然のマイナスイオン最高とか、焚き火見て気分落ち着くわーとか、ギャバのチョコ食べてなんかすごいリラックスできてる気がするとか、もちろんそれは全部間違いではないと思うんですけど、やり方次第ではどこがのんびりできるねみたいな、で帰ってきたらなんか疲れてんなみたいなね、そういったのもあるんじゃないでしょうか。先ほどお伝えもしたんですけど、キャンプでは事前準備が大事です。我が家では結構事前準備をしっかりしてキャンプに挑みます。まず一番最初テントの設営とかも、まあ、ここでつまずくと全てのスケジュールが台無しになっちゃうんで、ちょっと遅めのお昼ご飯にしようかなと思ってたら、だんだんテントの立てる時間が長すぎて夜ご飯スタートになってしまったり、夜ご飯もこだわったキャンプ飯を作ろうと思って、そしたら夜暗くなってなかなか出来上がらないとか、ほんで寝ようかなって寝て次の日起きてすぐ片付けみたいな、それは疲れますよね。テントとかはまず YouTube で勉強しとくとか、前の週の休みの日にテントを立てておくとか、あとなんとなくのレイアウトを考えておいた方がいいとかですね。テントの周りが整ったら次ご飯かなって思うんですけど、ご飯こそこれ事前準備が必要ですよね。現地で一からやってたら見くれちゃいますよね。現地でやられてる方マジですごいです。子供らもお腹空いたって言ってきちゃうんで、もうなんかお菓子食べときみたいなね、なっちゃうかもしれません。事前に家では慣れたキッチンで切っておくとか、混ぜるものは混ぜておく。で調理して冷凍して、冷凍したまま持っていくとか。やっぱキャンプって早くビール飲みたいじゃないですか。最高のビールを飲むために事前準備必要ですよね。あと一般的に13時チェックインで10時とか11時チェックアウトってなったら、一泊やとかなり滞在時間少ないんで、まあ、いくら事前準備してたとしてもちょっと慌ただしくなると思います。じゃウーボボさん一体どうやってまったりすればいいんですかって思いますよね。一番簡単なのは休みが取れるなら最低でも2泊とかはしてもらいたいですよね。2泊が無理っていう方はアーリーチェックインレイトチェックアウトみたいな、10時チェックイン16時チェックアウトとかにしてるとかなり滞在時間伸びるんで、気持ちにも余裕ができると思います。さあ続いてキャンプブームが終了した10個の理由、第4位は去年キャンプを始めた人がキャンプ道具をいっぱい買ったんで、今年はそこまでキャンプメーカーが売れてないからブーム終わったと言われている。これもねあるかもしれないですよね。キャンプ用品がめちゃめちゃ売れて品薄って全然買えへんかったとか、もう転売ヤーが買い占めてネットで高額に取引されてたとか、一昨年とか去年ぐらいはまさにこんな感じでしたよね。一旦みんな自分の必要なギアを揃えたら、次に欲しいのは、まあ、細々とした便利なギア、これに移行してくると思います。一昨年とか去年とかめちゃめちゃ売れたから、今年も作れって言って作った絵で在庫がいっぱいになって、在庫を履けるためにちょっと安売りしちゃうみたいなね、セールしちゃうっていうことがあると思います。いやそれでもウーパパさん、僕の欲しいキャンプギアは購入がなかなか大変な予約販売なんですという方いませんか？それね多分実は企業の戦略かもしれないです。これしかないって思うと人は欲しくなってしまうっていう生き物ですよね。限定とか抽選販売とか、なんか僕もそうなんですけど、欲しくてたまらなくなっちゃいますよね。キャンプブームの終了とキャンプ自体が飽きられているっていうのはまたちょっと別問題と思います。もともとキャンプが好きな人は減ってるわけではないと思うので、メーカーさんには頑張ってもらってキャンプをブームじゃなくて文化にしていってもらいたいですよね。キャンプブームが終了した10個の理由、第3位はリサイクルショップの人と話して売る人が多くなっているっていうことです。あるリサイクルショップの店員さんがツイッターでキャンプ用品売る人が多すぎだっていうつぶやきしたらしいんですよね。ここから常連キャンパーさんの間でついにキャンプブーム終了かっていう憶測が生まれましたよね。キャンプ始めようと思って最初にドカッといっぱい買った人が、もうキャンプ行かへんと思うし売っちゃおうみたいな感じでどんどん売っている人が多くなっていると。もちろん僕もそうなんですけど、新しいテントを買ったら今まで使ってたテントを売りに行くと、まあ、こういったパターンも多いと思います。でもなんかリサイクルショップ見てると、いやこれもうほぼ新品じゃねえみたいな、絶対1回しか使ってへんやろっていうような商品も結構並んでたりしますよね。そうなるとですね、今から
始める方はぜひリサイクルショップにガシを運んでもらって、いやこれこの値段で買えんねやみたいな、そういったのでキャンプ道具っていうのを揃えるのはありだと思います。先ほどですね第8位で紹介させていただいた、実はキャンプにお金がかかるっていうのに気づいたっていう方は、今ならですね去年とか一昨年に比べてリサイクルショップとかを活用したら安く購入できるっていう可能性が高いです。どれをリサイクルショップで買ってどれを新品で買うか、なんかリサイクルショップで買ったら壊れる可能性があるやんっていう、困るものはもう新品で買うとか、椅子とかテーブルとか調理器具なんかも正直リサイクルショップでいいと思ってます。コールマンの2バーナーとか何個リサイクルショップにあんねんって思いますよね。最近やとキャンプの特設コーナーとかがあったりして、キャンプ始めたいなって思ってる人も選択肢が増えていいことやと思います。あとは100均のダイソーとかセリアとかキャンドゥ、これもキャンプ用品いっぱい扱ってますよね。こういうのは新品で全然いいと思います。壊れる可能性があって新品で買った方がいいんじゃないかっていうのは、僕はこれは精密機器やと思いますね。 LED ライト自体はちょっとやちょっとのことで壊れることはないと思うんですけど、もうなんか急に電気つかんくなったってなったら、なんかこれリサイクルショップで買ったからやんってなりますよね。あとはポータブル電源ですね。これも中古とはいえ結構値段が高いので、新品で買って保証も1年とか5年とかあるはずなので、そっちの方がいいと思います。あとポータブル電源といえば、皆さん僕が4万人以上に聞いたポータブル電源ランキングっていう動画もありますので、また動画見てください。ポータブル電源ランキングを見る前にもいいねとかチャンネル登録お忘れなくです。いや本当に僕の動画を見た9割ぐらいの方がチャンネル登録していただいてないので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。続いてキャンプブームが終了した10個の理由、第2位はコロナが落ち着いて去年はキャンプ派だった方が旅行派になっちゃった。正直今のこの時期は僕もキャンプよりも北海道とか沖縄行きたい派になっちゃうんですけど、こんなん言ったらマジでキャンプガチ勢から怒られそうですよね。新型コロスケが流行してからここ数年は人を接触避けながら子供たちにもいい思い出を作ってあげようみたいなんで、旅行じゃなくてキャンプ行くみたいなファミリーっていうのも多かったと思います。ですが今年の5月からですね、新型コロスケも5類に落ち着いて移動制限とかもなく、おこもりキャンプとか3密を避けるためのキャンプみたいな、そういう言葉がなくなっていくかもしれないですね。どっか行きたいけどなんか旅行はなーっていう方はキャンプでもするかってなった、そういった方がキャンプに行くよりも旅行に行こうかってなって流れていくと、そうやってキャンプ行かない方が増えていくみたいなね。逆にそうやってコロスケやったからキャンプ始めたけど今はもう逆にキャンプ沼ですみたいな方もおられると思います。さあいきなりですが、概要欄にある僕の公式 LINE に登録していただくと全国の穴場キャンプ場情報をプレゼントします。他にもですね、時期に応じてホタルとか桜のキャンプ場、そういったものも発信してます。ぜひですね概要欄の公式 LINE から登録お願いします。あとキャンプとは関係ないんですけど、インスタもおかげさまで4万人フォロワーになりました。これも皆さんのおかげです。インスタにも詳しくなって、よくウーポポさんインスタも教えてくださいと連絡をいっぱいいただくんで、もしこの動画を見ている方でインスタもやっているっていう方で、インスタの伸ばし方知りたいっていう方は僕の公式 LINE でインスタと4文字打っていただきましたら、フォロワーさんが増える裏技っていうのも教えてます。ということでぜひ僕の公式 LINE に登録ください。概要欄に貼ってます。さあ1位発表の後には、今回のおまけパート、キャンプブームが終わっても使えるこの夏おすすめのキャンプ道具を一つご紹介します。ぜひ最後まで見ていってください。さあキャンプブームが終了した10個の理由、第1位は Amazon で安売りしているですね。 Amazon でキャンプ用品見てると結構な値引き率で売られてますよね。 Amazon のキャンプ道具めっちゃ安いっすよね。いや本当にね、僕このウォータージャグを Amazon で当時5500円ぐらいで買ったんですけど、今3500円ぐらいになってて、ただこれおすすめかっていうと、これ傾けたら水が出ちゃうんでおすすめじゃないんですけど、一応 Amazon が安くなってますっていうことを伝えておきました。またしました。今回のおまけパートは、キャンプブームが終わったとしてもこの夏におすすめのキャンプ道具、それはこちらです。どうですか、見えますかね。これなんですけど、この部分をシュポシュポとしまして、この灰色の部分ですね、これを押すとこっからですね水がピューと出るんですよ。ミストであったり、水が1本とか水が3本とか出るので、海とかですね足が汚れた時なんかにめちゃめちゃ最適です。これはねほんまに良かったんで、皆さん概要欄チェックです。というわけで今回の動画は以上になります。次はポータブル電源のランキングとか見ていきませんか。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。